はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガエメラルドビヨンドの体験版ですね、やっていきたいと思います。まあエメラルドビヨンド全然前情報を入れてないんで、さっぱりわかんないっちゃわかんないっすまあ具だったら申し訳ないですね。とりあえずちょっとオプションだけ確認して、字幕とかだけ、あ、いや、なんかあるな。 R1、いつもなんだけど、カメラだけはリバース、垂直にしてます。垂直リバースにしてます。まあ、一緒こんなもんで。で、コンフィグのボタンはやんなくていいでしょう。で、初めからで主人公選択できます。自分しかおらへんやろ。はあ、ははあ、これはミドウ。ミドウなんて言うんだ。わからん。ミドウ。緑綱乗りかな。なんとか流ではあるが、名門御堂家の一員、家業はくぐず使い、都帝大学生。はあはあ、初仕事選べん。緊張するわ。地獄よりはマシだろ。私の歌聞いてくださいね。歌姫ディーバナンバーファイブ、なんかかっこいいな。ディーバシリーズ最新ガタって何、メカなのこいつ。お前に闇の王を操る資格があるのか。闇の王とかも主人公なんだ。卒業試験なんて楽勝よ。魔女もいる。アメイヤ・アシュリ主人公、初仕事。あれこいつ2人いんの。緊張するわ。ボニーとコルミナって主人公ユー。卒業試験なんて、主人公ユータ気になるっちゃ気になるな。メカだし闇の王だし、卒業試験なんて楽勝。魔女だしみたいな。主人公ユータらこいつでも一番スタンダードだよね。御堂くん、よっしゃ、やっていきましょう。決まっていくで。日本っぽいよね。そう、なんとなく雰囲気現代っぽいなっていうのだけ感じる。宮古市聖堂、ある日の午後。氏名は御堂浩輝ね。あ、御堂浩輝なの。綱乗り、ちげえし合ってた。え、浩輝、違います、綱乗りです。ああ、そう、ごめんなさいね。管理官か、名前は大事よね。御堂綱乗りくん。これだからこの国の人間は面倒くさいのよね。御堂綱乗り、あなたはカテドラル計画のメンバーに選抜されました。カテドラル、ここに出頭したということは選抜を受け入れたという意思表示だと理解しますが、それでよろしいですね。断ることなんか最初からできひんようになっとるんでしょ。そうやったら自分から進んで受け入れた方が気分的に楽や。ええ、喜んでカテドラル計画とやらに参加させてもらいます。結構です。あなたには装備として傀儡が4体支給されます。傀儡が4体も、どういうこと。書類が間違っているわけじゃないようだし。傀儡って何。御堂綱乗り、あなたのお父さんって御堂忠通内務次官。いいえ、違います。それならいいわ。でもこの子が傀儡を4体も扱えるはずがないし、どういうことなの。はあ、初仕事なのになんでこんなのに当たっちゃうかな。なんか問題でも。何の問題もありません。さあ装備を受け取って奥へ進んで。この先は君次第よ。傀儡が装備になるの。これが天の岩戸か。ほとんどの選抜者が岩戸を開けることさえできずに帰ることになるわ。あなたはどうかしら、御堂綱乗君。開けごまとでも唱えたらええんかな。それとも神話のように力ずくで開けるんか。やっぱりここが自分の進むべき道やったんやな。開いた。
なんか普通に入っていったな。てかどういう世界観か全く分かんないんだけど。お、なんかいる。あ、これクグツ？岩戸の向こう側は天界やと聞いてたけど、そのまんまとは思わんかった。綱則、お前がこのメッセージを聞いているということは岩戸を抜けたということになる。ただ道おじさん、あらかじめクグツにメッセージを仕込んでおいたんか。計画通りというわけや。ただ道ってさっきのなんか内務次官だっけ。かつて我々はお神を支え、この国に秩序と安寧をもたらしてきた。だが世界は変わり、我らは力を失った。その隙に蛇は力を伸ばし、この国を世界を飲み込もうとしている。政府に任せておくことはできない。政府にその力はない。現役の官僚が言うのだ、間違いない。やっぱすげえ、なんか現代っぽい世界設定ではある。蛇を払うのは政府とか我らの役目だ。そのためには力がいる。失われた力を取り戻さねばならない。お前は天界で力あるものを探さねばならん。その力をクグツに移し、我々のもとへ持ち帰るのだ。蛇の増殖を抑えるためには四体の力あるものを見つけなければならない。四体か。正直に言えば私にも天界のことはよくわからん。何か不測の事態が起こるやもしれん。綱則、クグツの力をうまく使え。お前ならばできるはずだ。早速不測の事態やな。自分にクグツが使いこなせるやろか。いきなりクグツとか与えられてさ、わかんの？バトル始まったけどさ、バトルの基本、キャラクターが使う技術を決定してあげると、決定、すべてのキャラクターの行動を決定し終えたら、行動決定ボタン、確認画面、スタートボタンを押してバトルを進める、すべての敵を倒すことができれば勝利。行動、技、術、防御、行動すぐ実行される技、実行まで詠唱を必要とする術、どちらも選ばなかった場合は防御、タイムライン。タイムラインはバトで行動する順番、左から先行し右に行くほど後に行動する。実技によって入れ替わることがある。どいつを狙っていいんだ。こいつは普通に戦うんだ。ブラックイーグル、精密射撃、わかんない、ちょっと待って、あ、変わるな。早打ちだと速くなるけど、サガスカっぽい感じだね。サガスカの進化バージョンみたいな感じかな。これ何がいいんだ。あ、星か。あ、これ星を使うんだ。星1、早打ち星2。だけどなんかできなくない？なんで？ちょっとわかんねえんだけど。下のこの緑のやつもわかんねえんだけど。これ、まあ、とりあえずやっとくか。全力を出しても良いのだ。スパイハンダー。攻撃2も使うじゃん。え、こいつ重くね？体験だからか。多分、横島の選べるよ。あ、そうそうそう。清めてくれよ。なんかそんな感じがする。パンチ、キック、え、入れ替わんな順番が。これは威力そんなに変わらず、タックル強いけど2使うみたいな。1でいこう。みんな最初だし、よろしゅう頼むで。こいつも普通に戦うのか。こいつ何、フルーレ証券じゃん。カットイン2か。パンチもできるよ。切り払いでいいでしょ。都の外の戦場に玉と散りぬる血のしずくかな。フルーレとククリ違うんだ。証券とこれ探検みたいな感じかな。切り払い、いや、これでいこう。でも動けねえじゃん、ツバイハンダ。まあいいや。某武蔵、スクネ、御堂、小町。はい、
めっちゃサカサカだな。技が持つ連携範囲をつなげて仲間と攻撃を連続させることで高い効果を上げることができる。これを連携と呼ぶ。あ、なるほど。下のあれかゲージか、これがつながってるといいんだ。ウィークウィーク、ヤシの実爆弾回避。はい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 、なるほど。めっちゃ離れたんだけど、あ、これでなるほど。あ、カットインは下の連携マスが2つあるってことね。あ、なるほどなるほど。あれでもなんかカットインさっき2使わなかったっけ。まあ、いや、なんかカットイン使えるから使おう。めっちゃ離れてんなこいつら。早打ちは全然ダメだ。え、ちょっと伊藤くん離れすぎてるっしょ。 こいつらで固める。地上走者はスタン 50%、 援護射撃、リザーブ解除。いや、なんかリザーブとかなんかあったよね。まあ、いや、精密射撃、ちょっとつばい使いてえな。まあ、パンチでいって、あと2あった。流し切りとか3使うかな。いや、ダメだ、つながらん。こいつパンチにして、こいつ前に持ってこれんな、毒。あ、これも持ってこれんな、2使って、これしよう。3人か、まあしょうがない。カットイン。ただ穴開けてやる、突っ込め。腕痛そう、こいつなると、ビンタ、ミス。誰がどこにいるかってどう決まるんだ俺。勝手にだいぶ前に行っちゃうんだよな。後ろ3人一回固めよう。じゃん、あ、これ早打ち持ってこれんな、くくりか。いやー、待って待って待って、精密射撃で辛い、流し切りがいけんじゃん。ブルクラッシュ強そう。バンプ、バンプって遅くなるやつだっけ。いや、流し切りでつなげて、あと2フライングボディブレス。これ、こいつらもう近いやつらで攻撃するのがいいのか、これは合戦なのだ。頑張れ。55 27、キリに弱いよねこいつ。フライングボディブレスも強い。連携率が上昇し、仲間の思いがシンクロすると限界を超えた連携が発生することがある。これをオーバードライブと呼ぶ。オーバードライブ、あ、さらに攻撃ができる。倒した、あ、なるほど。やっぱ連携はつなげた方がいいな。バトルシステムめっちゃサガスカっぽい。サガスカも大してやってないから日々鍛錬を。全然あれだけど、上がった、ヒットポイント上がった。この国を、世界を救うために、綱乗り、お前は選ばれたのだ。選ばれた？違うな、自分で選んだんや。世界の歩き方、連接領域。この世界はワールドとワールドをつなぐ連接領域という場所が存在します。スキャンボタンを押してスキャンをする。粒子が隅々まで行き渡り、スキャンが完成すると目的地となる扉が出現する。ウェーブをたどりながら扉を目指し冒険を進めましょう。どこも行けねえじゃん、スキャンしろってことか。ほう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 、道ができた。あの扉、展開の扉、巨大な扉だが押せば開くのだろうか。マーク、ええ、どういうこと。ここでマークしたってことか。冒険の進め方に、ビジョンから主人公につながる光の波をウェーブと呼びます。ビジョンではさまざまなイベントが発生します。イベントを実行するとゲームが進行していく。進めていく中で新たなビジョンが出現することもある。これびっくりマークあるけど、あ、特になんもねえ。これ四角を押すと何。あ、まあまあまあ、これがあるよってことか。とりあえずあの扉を目指していけば。これ別に歩く速度とか変えらんないのかな。もうちょっと速く走ってもいい気がするけど。展開の扉を開ける。
押してもヒートもピクトもしない。始まりの扉、この仕掛けをなんとかせんといかん。こんなものが落ちていた。くぐつって普通に喋るんだ。三角形の板をはめる、リトグラム、三角ピースを組み合わせ図形を作ること。問題の図形をピースで全て埋めることができれば完成です。埋まっているピースを取り出して別のものと交換したり、決まった置き方でないと完成しないリトグラムもあります。なんかドラクエ7の石板システムみたいな感じかな。これまあ最初だから別に このままでいいでしょう。開いた。え、なんか普通に怒ってんだけど。ありがとう武蔵、君が支えてくれんかったら骨折で済まなかった。あ、マジ？リアル？リアル落ちてたの？自分が壊れない範囲で主を守る、それがクグツ。お前が死んでしまったら元の世界に帰ることもできない。え、クグツって何なんマジで。もう普通に人間みたいに行動するじゃん。変わった世界へ来たみたい。なんで自分が、こんなに落ち着いているのか自分でもよくわからん。ワールドボタン、いやね、ワールドではスキャンボタンを押しましょう。スキャン、行くべきところがいっぱいあるな。緑の波動の先、力あるものがいる。不審人物、空中にいきなり現れて起こしてきた。魔女の世界でもなかなかない。あんた誰？ここは魔女の世界みたいですね。早く答えないと。なんか情けねえ顔してんな。ヒーみたいな顔してんだけど、いきなり乱暴やな。宮古市から来ましたと。アメイヤが派遣されている世界。あ、なんか世界同士つながってんのか。力あるものを探してきた。玄武、白虎、朱雀、青龍、指針の力を宿す者から力を借りるため。そんな目的だったっけ。その一つがこの世界にいる。へえ、セールに詳しい。ツタをほどいてください。結構痛い。私はリタ、青の魔女。しばらく監視させてもらう。案内してくれる人が欲しかったと。結構乗せられるタイプだな、リタちゃん。あの森、あそこに力あるものがおるんかいな。確かに強い精霊がいる。あんたじゃ相手にしてもらえない。力の差がありすぎる。他の場所で腕試し、まあ、レベル上げって感じか。力あるもの、え、ね、これこれ、はい。あー、なんか1個しか選べない。え、なにこれ、なに、え、ちょうどいい精霊、隠した。確実に勝てる相手を選ぼう。え、どういうこと？一個一個やろ。これ青いけど何？ちょうどいい精霊、青いし、しっかり準備をする。わかん、ちょうどいい精霊にしとく？全部できんのかな？こっち行けってなってるけどね。何これ？あ、青い。深い森の精霊になってる。物語が紡がれるストーリーイベントが起きます。巻き戻しボタンで物語をさかのぼることができる。一度決めた選択の変更もできる。え、そうなの。ビジョンではバトルイベントが起こる。ちょっと待って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 。ああ、一応全部いけるっちゃいけんだ。これさっきの多分青いやつだよね。これ何これ、灼熱の塔。何もいけねえんだけど。でもフィールドもさ、なんか探すかっぽいよね。黄昏の風車、魔法の小屋、果実要塞。え、なんだこれ。とりあえず行ってみよう。ちょうどいい精霊、自分の力と持ち帰る精霊の力のバランスを考えるとこのくらいの精霊がいい。戦って精霊の力を得る。
まあ、戦闘か。力あるものと呼ぶには物足りない。精霊としてはちゃんとした存在。あなたにお似合い。ああ、なるほど。それではやってみよう。何事も挑戦。なんか隠したでもよかったかもしれないけど、まあいいや。ちょうどいいっていうくらいだから。てか先生が普通に現れんな。え、ちょっと待って、3段やってるな。これなんか、敵とも連携するんだっけ？リザーブ解除。太陽光線。あれ、なんか使える、いっぱい。あ、でも、実はあれか。炎症もするんだよね。パーリー、プロテクト。3も使うん、これ。いや、切り払い。なんか後のやつに攻撃して、妨害した方がいいような気がするんだけど。援護は任せとけ。早打ちするとだって来るっしょ。あ、2。あ、使えない。これなんで使えないの？謎だな。使えない理由がわかんねえ。リザーブ解除。あ、でも後ろになるんだよな。援護射撃。あ、でも援護射撃なんか下にあれがついてないんだけど。連携が。まあいいか。ガード。我が宇宙してるのか。続きたまえ。フォロー。最も早く行動した味方の元へ駆けつけ、同じターゲットを攻撃することができる。これをフォローと呼ぶ。おお、かっこいい。連携された。17、16。ポイントいくつあんの？結構減ってね。それ100ちょっとだもんね。ちょっと敵もあんま減ってねえな。精密射撃。で、これ繋がるよね。どうすりゃいい？こいつめちゃくちゃ遅えな。こいつは何もできないよね。何もできない。御堂くんもちょっと何もできねえな。キックで先に出よう。あと1か。切り破裂するしかないわ。よし、これでいこう。毒になった。ケーキ。痛いです。26。お、毒47とか強っ。グラビティバインド。え、何？何が起こった？あ、栄翔？ちょっと待って。先になんか倒しときたいんだけど。リザーブ解除。え、これリザーブ解除って？リザーブ解除できる？リザーブってなんだっけ？探すかを全くやってないからな。え、でもここら辺なんか連携取れそうじゃん。あと4つ。精密射撃もやるでしょ。ちょっと無理だ。あ、カットインも打てねえわ。パンチも無理だ。じゃあちょっと待って、精密射撃じゃなくて普通にさ、こいつ解除したいんだけど、どうやってあれするんだ。精密射撃を、精密射撃をやめたいんだけど、わかんねえやめ方がわかんねえ。いいや、切り払い。解除してくれ。どうだ。全然解除されねえわ。グラビティ、グラビティバイススタウン。死ぬんじゃねこれ。 LP マイナス1、死んだわ。いや、またなんかやられたわ。オーバードライブされたか。タックル、バンプ。また人走る。難しいよね、やっぱ戦闘は。一つの戦闘に一つ心が残れば良いのだ。勝てばいいんだ。勝って A を倒したい。 A を。だから
切り払いで A の方が減ってるでしょ。フライングボディプレスで A、 肩を崩すな。こいつ 後ろに下げるか。ブルクラッシュ A。 あ、ミドウ君攻撃できなかった。ただあったお星が。倒した。いや、まだ残ってるか。サンダースキル痛い。ブルクラッシュ弱。あ、なんだ2回か。で、先に先制取られちゃうけど、これもどんどん連携をつなげていこう。パンチ、切り払い、あ、これなんか 2個ある。流し切りからのカットイン。これいいんじゃん。これ最強の連携だよ。ダメージ食らうけど。周囲に誰もいないとき余力を振り絞る。敵なんだけど。自分一人で連続攻撃を見舞うことができる。これを独断状と呼ぶ。ああ、なるほど。一人でもありなんだね。じゃあやばい、死ぬ。死んだ。ここからうっつる。パンチ払い。もう一度組み立てるぞ。いけ、オーバードライブ。気配らい。カットイン。カウントされてるし。めっちゃ溜まってんな。でもあと赤も適当にやれば倒せんじゃん。みんな気張ってや。恨みに頼み人の幽霊。なんとかかったわ。なんか素材手に入ってるよね。価値を得たのか。あ、蘇った。上がった。え、筋力、技術、運動性、体力、知力、集中力、スキル、あ、あるね。剣、体験、銃、え、その下なんだ、サブマシンガンみたいなやつで、パンチと術、体術か。一歩一歩だ。これ普通にやっぱ戦闘を終えて上がる系か。夢に見しよりうつつまされり。ヒットポイント上がってくれるのは純粋にいいよな。やられた。おごったかった。11も上がったんだけど。バッチリだったんじゃない。バッチリではないだろう。武蔵に精霊の力の一部を移し取れた。力の中身はこれから解き明かしていく。それじゃあ次に進む。君に合いそうなのは自分の進むべき道は自分です。光の塔。え、これやっぱ全部できねえな。さっき出てたやつ。なるほど。でいきなりだから強いのも挑戦できるけど、でもそれは難しいって感じか。なんかフリーで戦えないのかな。次の目的地はここ。大魔女の塔。招かれていない人が入れる場所ではない。運命はここに繋がっている。未来を切り開くのは自分。魔法みたい。大魔女に招待された。お許しが出た。一緒においでよ。招待された人しか入れない。この子も一緒に行っても構わんか。なんか顔がなんかちょっとアホみたいな顔するよな。しかも話ポンポン進んでいくね。なんかま、魔法力が集まっていると凄まじい力が魔法使いじゃない自分でも感じられる。大魔女。変なのを連れてきて申し訳ないです。大魔女様は自分に何をお望みですか。魔力を集める場所。他の世界へ旅立つための場所でもある。あなたの望む世界へ旅立てばよい。
一つだけお願いがある。リタ、あなたをと一緒に連れてってください。へえ、仲間になってくれるってこと？あなたが異世界から現れた人に出会ったのは偶然ではない。見えざる手はあなたを選んだ。リタ、行きましょう。ミドウ君、口はうまいね。ミドウ君、扉を開けてください。アストラルゲート、これはあるかね、あの各世界にこういう展開へつながる扉があるんだね。お、パーティーに加わった。リタ・キャリックス、あ、やっぱ知力が高いね。習得スキル杖3、マジカルシャワー、あ、人形か、人形なんてあるの。サポートロール、状態状態しかここに全く見てないわ。冥界へ来るのは2度目。ああ、展開だけどなんか違くね、ここさっき来た時と。魔女は神なんていう超越した存在を認めていない。天の岩戸を抜けた時は随分感じが違う。そうだよね、冥界には固定した姿はないのかも。ここを通った魔女たちの話を総合するとそういうことみたい。はあ、なるほど。ああ、ちょっとリージョン的な感じか。サガフロでいうと一つのリージョンがあって、でそれを行き来する。とりあえずスキャンするか。あ、先生がいる。なんかやってんだけど、変なポーズ決めてたけど何？変なポーズ。魔女やったら分かってもらえると思った自分がアホやった。パートナーには見せない方がいい。今のは何の儀式なの？魔女である君にも見えへん、この緑の波動。え、そう、え、これって何？マジ？自分の進むべき道を示してくれる。え、こういう能力なの？なんか普通にシステム的なものかと思ったら全然普通に御堂君の能力なんだ。で、それは自分にしか見えない。なるほど、大魔女様が君についていけと言った意味が少し分かった気がする。そうさせてもらいたい。緑の波動は3本もある。一番太いのがおすすめの運命ということ。君はどれを選ぶといい？おすすめの運命って何って。一番細い、おすすめじゃないやつ。私はそういう道を選ぶのが好き。自分も素直におすすめに従うのは気に入らない。では行こうか。どの扉も同じにしか見えない。だがわずかながら水行の精霊の力を感じる。金行、火。え、これなんかびっくりマーク3つあるとか何なの？しかも どれが細いとか分かんなくね。でも水かさ金か火かって言ったら、でもなどれがいいんだろう。火に行ってみよう、攻撃っぽいから。で、先生いるな。まあいいか、ちょっととりあえずいい時間ではあるので、サガエメラルドビヨンドの、体験版の第1回目はここで終了したいと思います。ちょっと次は先生に話しかけて、一応道が3つある。で、まあ探すかもそうだったけど、やっぱ戦闘はね、一つ一つそんな単純ではないよね。頭使うし、一つの戦闘に対して時間もかかるっていうケースで、あとなんかフリーバトルでなんかレベルアップみたいなのは今のところはできなそうだけど、まあ先へ進めばそういうのもできる感じになるのかなというところで、まあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。